Hi everyone, welcome to my channel. 皆さんこんにちは。動画を開いてくださりありがとうございます。この度 YouTube チャンネルを開設しました。私のことをご存知の方もそうでない方もいらっしゃると思いますので、まずは簡単に自己紹介をさせていただきます。今はオランダにあるヨーロピアンスクールオブバレエというバレエ学校に在籍しています。昨年7月に3年間通ったイギリスにあるエルムハーストバレエスクールを卒業しました。バレエは7歳の頃から習っているので、今年で13年目になります。人生の半分以上バレエをやってきています。今はプロのバレエダンサーになるために就職活動を頑張っているといった段階です。ですが、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、2月の初めに右膝の大怪我をしてしまいました。今からその怪我について少し話していきたいと思います。レッスン中にジャンプの着地をした時に少し膝をねじってしまったんですけれど、その時にブチッという音が聞こえました。で、そのブチッという音は前十字靭帯という靭帯が断裂してしまった音だったんですね。前十字靭帯というのはバレエだけに限らずスポーツにおいてもとっても大切な靭帯なので、その靭帯が切れてしまうともちろん踊ることはできなくなってしまいます。バレエでいうパラレルの状態にした動きは大丈夫になったんですけれど、ターンアウトをした時にその靭帯が働いてくれないと、そのターンアウトしたポジションをキープすることができなくなってしまうので、ターンアウトができないイコールバレエができないという状況です。私の生活の大半を占めていたバレエがこうやってできなくなってしまうっていうのは精神的に本当に辛いことです。こうやってバレエができなくなった今、何もやることがなくなってしまって、でそこで自分が今やりたいことって何なのかなって考えた時に何にも浮かんでこなかったんですね。そこで私にはバレエしかないなって再確認できました。それだけ私はバレエが大好きだし、踊ることが本当に幸せで、それを生きがいに頑張ってきたので、本当にもう早く踊れるようになりたいっていう気持ちで、もう胸がいっぱいです。私は性格がとってもせっかちで、何かを常にしていたいんですね。だから暇がとっても苦手です。なので、何かできることはないかなって考えた時に、今だからこそ英語をもっと極めたりとか、栄養学や解剖学についてもっと学んでみたり、できることはたくさんあるので、もうすでにその勉強を始めています。ついこの前スポーツフードスペシャリストという資格を取りました。こんな感じで今私にできることを少しずつ進めていっています。こうやって時間ができた今、昔から興味のあった YouTube も始めてみようかなというふうに思って、今回チャンネルを解説しました。このチャンネルではバレエの方にはもちろん、そうでない方にもバレエの素晴らしさをお伝えしていけたらなという思いで、そういった動画を作っていけたらなというふうに思っています。その他にも私は美容が大好きで、メイクもとってもこだわっているので、そういったことも動画にしていきたいですし、あとは筋トレも大好きなので、筋トレ方法だったりストレッチだったり、私の普段行っているマッサージとか足のケア方法、それから食べ物のことだったり英語だったり、何でも本当にいろんなことをやっていけたらなというふうに思っています。皆さんからも動画のリクエスト待っていますので、ぜひこの動画のコメント欄にでも、私に直接 DM でも、どんな形でもいいのでリクエストを送っていただけたら嬉しいです。私のことをもっと知っていただくためにも質問コーナーをやりたいなと思っているので、近いうちにインスタグラムのストーリーでも募集させていただくので、ぜひ皆さんから私に聞きたいこと何でも送っていただけたら嬉しいです。その中からお答えできそうなものを答えていけたらなというふうに思っています。もしかしたら今の私はとっても明るそうに見えるかもしれませんが、本当はとっても辛いです。大好きなバレエが踊れないことっていうのは私にとって本当に本当に悲しいことで、なんだか空っぽになってしまったような感覚です。普段インスタとかを通して応援してくださっている皆さんも、私が急にバレエのことを投稿しなくなったらどうしたのかなって心配してくださる方もいるのではないかなと思って、
やはり私の口からこういう状況になってしまったっていうのをお伝えしたくて、先日投稿させていただいたんですけれども、その投稿にコメントや DM、 温かいメッセージがたくさんいただけて本当に嬉しかったです。本当に前向きな気持ちになれました。送ってくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。皆様が応援してくださるおかげでまた頑張ろうっていう気持ちになれましたし、今はとってもポジティブです。私だけでなく、今辛い思いをされている方もいるとは思いますが、私の動画を見て辛いのは一人だけじゃないんだって、私も前向きに頑張ろう、これからの辛い困難も乗り越えていいことが絶対に訪れるって信じて頑張ろうっていう風に思っていただけたら、私もとっても嬉しいです。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。最後になりましたが、この動画を最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、いいねボタン、そしてコメントも待っておりますので、送っていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。